ニーソックスとは、膝上まである長い靴下のこと。以下のような種類に分類される。膝上丈の長靴下オーバーニーソックス。オーバーニーソックスよりも、長い靴下、太もも丈の再配ソックス。これらを総称して、ニーソックスとしている。ニーソックス膝を覆い、太もも付近までの長い竹を持った靴下が、このように呼ばれる。市販されているものの丈は、 かかとから5 0トル以上ぐらいのものが多く、標準的な体型の女性が身につけた場合、膝より1 0トル以上ほど上までが覆われる。黒色で、薄手のものが多く着用されるが、その他の色や素材、レースなどで装飾が施されたもの、レース生地のもの、ボーダーなどの柄入りのものも売られている。ニーソックスとニーハイの違いニーハイの定義、膝より少し上で、 オーバーニーソックスよりも下のレベルのものがニーハイとされる。一般的にはこれをニーソックスと同じものとしている場合が多いが厳密にはこの背丈のソックスをニーハイと呼ぶ。ニーソックスの定義さらにオーバーニーソックス、サイハイソックス、60センチメートル以上というものも存在する。一般的にはそれらを総称してニーソックス、ニーソと呼称する。現在日本では ニーハイという単語が多用されているが、あくまでニーハイとは、膝丈とか膝までの高さのという意味の英語であり、本来の単語の意味と相違が見られる。サイハイソックスは、靴下の種類で一番丈の長いものを指す、業界用語、または業界用語を元にした俗称。もともとは、業界用語であるが、工業規格などで具体的に寸法が決まっているわけではなく、 オーバーニーソックスとの区別は曖昧で、基本的に下て寸法で区別をする。メーカーやショップのカタログデータで見る限り、下て寸法で約 60cm 以上の丈があるものを、再配ソックスと呼び、オーバーニーソックスより平均 10cm 程度長い。一部で誤解されているが、呼び名はあくまで下て寸法を基準にしているため、実際に着用した際に、履き口が 客部のどこまで届くかには関係がなく、取り扱い業者によって、再配ソックスとは呼び名が異なる場合がある。中世ヨーロッパの貴族が着用していたホーズを起源とする長靴下は、もともと男性用のものだったが19世紀に入り、女性にも着用されるようになり、やがて薄手のナイロンストッキングの発売により、女性向けファッションとして広まった。 その後、一般的に、ストッキングといえば、薄手のナイロンストッキングを刺すようになったため、それと区別するために、漆火の靴下イコール、ニーソックスと呼ぶようになり、スポーツ用や登山用の厚手のウール靴下を刺して、用いられた。本来のニーソックス、およびニーハイソックスとは、湿火までの竹の靴下を表す言葉である。しかしこの長さのものは、ハイソックスと呼ばれており、 その他の故障は知られていなかった。そのため現代の日本においては、ニーソックス、ニーソ、ニーハイソックスという故障も、オーバーニーソックス、サイハイソックスと同じ意味で浸透し、使用されている。日本では、ニーソックス自体は1980年代にはすでに存在しており、歌番組などにおいて、女性アイドルがミニスカートと合わせて着用しているのが、見受けられた。当時は、 黒はあまり使われず白が多く、名前もハイソックスと呼ばれていた。当初ロリータファッションの一部として見られていたが、2006年、前後からミニスカート、キュロットやショートパンツと合わせて履く、美脚ファッションとして流行し、カジュアルな着こなしにとどまらずフォーマルファッション、ギャル系、ファッション、制服、パンクファッション、メイドブク、コスプレなど、 服装の種類を問わずに組み合わせることができることから幅広いジャンルの若年層から根強い人気を得ているファッションアイテムとなった。2000年代以降は再配ソックスと人気が並行する形で多くの女子高校生たちの間で流行して履かれるようになった。女子高校生たち曰く理由は女の色気があるから色っぽく見せるため防寒用で履くなどである。 2011年頃には、ニーソックスの丈の上下で配色が分かれるストッキング、いわゆるニーハイストッキングが登場した。ストッキング部分は肌色、ニーソックス部分の色は黒などになっており、フェイクニーソと称されることがある。足が太い女性でもニーソックスの上に肉が乗ることも、なく、また足の曲げ伸ばしなどによって、ニーソックスが下がってくることもないため、 既存のニーソックスの欠点を補うとして注目されたニーソックスは漫画、アニメ、ゲームなど架空の女性キャラクターが着用することも多くオタク文化においては、いわゆる絶対領域と合わせて萌え属性として取り上げられることも多い。ありがとうございます。